その時はそれこそ本当みんなで何かしら形にしたいっていう気持ちが強かったから多分できたんでしょうね。あ、やっぱこの国素敵だなって。なんだろう、いざ韓国に着いてみたら、でももちろん当たり前ですけど、その国の雰囲気も違うし、空気感も違うし、韓国語が喋れるわけ、ペラペラに喋れるわけでもないから、何かこう伝えたいことがすぐに伝えられるってわけでもないから、なんだろうな、全部こうハテナに見えたというか、もう看板もそうだし、人に失礼ですけど、人に対してもこうハテナマークに見えたというか、全部がこうなんだろうな、挑戦だったというか、喋りかけるのも挑戦だったし、なんだろう、すごいとにかくこう肩が上がってるっていうぐらいこう緊張してたっていうのは覚えてますね。ただその中でやっぱその韓国のタクシーの運転手さんだったりだとか、当時住んでたあのお家の何て言ったらいいんだろう、管理人さんっていうのかなとかがものすごく優しくしてくださったので、その部分でやっぱこうなんだろう、あったかさを感じて緊張もほぐれたし、あ、やっぱこの国素敵だなって当時から思えたんじゃないかなって思いますね。初日が2012年の8月で、あれ僕一人で行ったんかな、多分僕一人で行ったんですよね。一人でそのまあ YG ファンの方だと分かると思うんですけど、八丁駅っていう、まあ、最寄りの駅で降りて、その10分歩く道も超緊張してて、やっぱり初日だし一人で行ったからなおさら緊張してて、最初まあ軽くね、こうなんだろう、説明みたいなのを受けて、で下にその同い年の子が一人いるよみたいな、でまあその時でその初めまして挨拶して、でその日は確かボーカルレッスンだけだったんですよ、初日は。そのボーカルレッスンを受けて、でボーカルレッスンもまあ何すればいいか分かんないし、急に歌うってなってもね、やっぱり今ほどもちろん自信もないから、もうマイク超震えてたの覚えてて、でそれはもう、それはでもだから本当にレソンと2人きりで、その当時からもうどのレッスン受けるもレソンとだけだったので、2人きり全部2人でやってましたね。もうそのこのなんだろう、まあ今となっては全然メンバーも違うんですけど、その僕たちがいたそのデビュー組っていうチームは、僕とレソンが始まりだったので、そこからこうだんだん後ろにこうメンバーがついてったって感じの始まりだったので、最初からもうこの2人だけで何をするも一緒でしたね。最初の12歳とか14歳の頃は、僕たちが幼いっていうのもあって、結構もう1時にレッスンがあったら3時に終わってそのまま帰ってたりとかしてました、僕の場合は。で14ぐらいになってから、その先輩方がそのデビューするってなったりとかして、いわゆるこう僕たちのチームの方に事務所からもこうフォーカスが当てられるようになってからは、レッスンとかも増えて、レッスンが増えたらもちろんいなきゃいけない時間も増えて、で課題みたいなのも増えたので、そのなんだろうな、レッスンじゃなくて僕たちが単純にフリーの時間に練習しないとその課題に追いつけないぐらいになっちゃったので、だできるだけその事務所にいる時間も増えたし、メンバーも増えたしって感じで、結構15ぐらいから本格的になりましたね。で月末評価っていうものもあって、それは1ヶ月僕たちが準備したものを月末に社長さん、プロデューサーさんの前でお披露目するっていう。まあ、基本的に練習生はそこに向けて頑張っていくって感じですね、1ヶ月の間。だからその中で、やっぱりチームとしての評価もあるし、ソロとしての評価もあるので、ソロの場合は自分で曲を決めて、自分で尺を決めて、振りがあるんだったら振りも自分で作って、でチームの場合は同じく曲決めて、振り作って、フォーメーション作ってとか、あ、時々はその、どうしてもオケがないみたいな曲もあるので、そういった場合は僕たちでオリジナルでオケを作ってみたいな、でパート決めてとかっていう感じでやるので、本当に毎月あっという間でしたね。でもそれをだから11時から行って、レッスンが大体8時ぐらいにやっと全部終わる感じなので、そっからまあ12時まで4時間とか
個人練習グループ練習っていう感じでしなきゃもう追いつけなかったというか、それをだから毎日過ごしてましたね。レッスンの話で言うと、レッスンは僕は語学レッスン、韓国語と英語で、中国語も一時期やってました。あとダンスレッスンで、ダンスレッスンも種類が何個かあって、ポッピングとか、まあ、ジャズ、アーバンとか、まあ、とにかくいろんなレッスン受けてました。で、ボーカルも発声練習、発声レッスンから、まあ、本当に一般的なボーカルレッスンも受けてて、で、あとジムクラスみたいなのもありました。僕たちはその普段鍛えなきゃいけなかったので、体力作りもあって、ジムクラスもあって、事務所にその僕たち専用のジムがあるので、そこで毎朝レッスン受けてましたね。最初の頃は2週間に1回が本当に普通に、もう土日どっちも休みみたいな感じだったんですけど、例えば僕たちもそのデビュー組になったりだとか、結構その事務所からの、フォーカスが強くなった時はもう2週間に1回の土日の日曜日だけとかだけだったので、基本1ヶ月2日しかお休みはなかったですね、僕たち。って言っても面白いのが、休みなのに休まないですよね、僕たち。なんかもうそのもう多分体が脳がバグってんのか、もう練習室行って練習した方が自分のためにもなるし、曲作りするのもね、実際その時間の方が余裕持ってできるしみたいなので、そんな感じで過ごしてました。だから僕とかも結局その家から通ってたので、もう夜遅くまで、朝5時ぐらいまで曲作って、1時間2時間とか3時間だけ宿舎ちょっと借りて寝て、そのまままた出勤してみたいなこともあったりしましたね。まあ、そのくらいでもなんかこう没頭してたというか、多分その時はそれこそ本当みんなで何かしら形にしたいっていう気持ちが強かったから、なんかだから多分できたんでしょうね。まあ、あとやっぱ18 17のそのなんかパワーみたいなのもやっぱあると思います。正直今この年でできるかって言われたらなかなかきついんじゃないかなって。まあ、あとやっぱその当時の本当にみんなのおかげ、周りのみんなのおかげもありますね。うん、みんなでやっぱ頑張ろう、あそこに行こうっていう気持ちが強かったので、うん、それはでかいんじゃないですかね。